人を支えるために。失礼、捕まっちゃった。いえ。綺麗な花ですね。この地もいつか花で満開になればいい。きっととても美しい地になるだろう。何のこれしき。あっ、私はイチと申します。それがしは浅井長政と申す。3年、今川義元は大軍を率いて駿河を発し、上洛の途に着いた。これを迎え撃つ織田家の軍列に咲いた一輪の可憐な花、織田信長の妹お市である。お市は争いを嫌いながらも、そこから目を背けることを良しとせず、自ら戦の中に身を置いていたのである。開戦を控え震えるお市の心に、藤の花を差し出した青年の笑顔がよぎる。かすかな予感を胸に、お市は戦に臨んだ。あの人がくれた藤の花、優しい香りが私を揺らす。第1話、桶狭間の戦い。愛が私を強くする。滅ぶのみ。勝家は今回を率い南下、西方拠点を脅かす。信長は地獄に向かう。お兄様、砦を確保しました。それでよい。行くぞ。敵本陣の奇襲です。私たちは敵の目を引きつけておかなくては。今より加勢つかまつる。このままではもう一度だ。
こうしてはおれぬ。お兄様、先ほど戦に荒らされた土地を見ました。戦は人々を苦しめます。イチは戦が嫌いです。ならばなぜ来た。私だけ手を汚さずに逃げるなんてできませんか。あれはお市様。お美しいなあ。わ主、何をふぬけた面をしておるが。カッティエ様、申し訳ありません。この調子で敵の目をこちらに向けましょう。闇に消えよ。フォロワーよ、陣を移す。戦場の敵となるのか。しました。アルジの敵、死んだら逃げ出すとなら、よく分かってくれる。開門。確か家康殿はお兄様と窮地の間柄、うまく説得すれば力を貸してくださるのです。大事、しばしお時間を下され。今ぞ義元を討ち取れ。開門。な、信長、いつの間に、逃げるの。進め。やった。崩れじゃ。奇襲は成功か。なら勝てるぞ。三種のお方よ、我らも皆様に。これからが本当の地獄、楽しみましょう。今こそ三河に帰り咲き、乱世に名を上げん。我らの敵は今川ぞ。全軍進め。行くぞ。それがしは、戦など無縁の平穏な国を築きたいのです。素敵ですね。そんな国が本当にあったらいいのに。なんじゃなんじゃ、妙に甘い雰囲気じゃの。愛する人のため、もっと強くなりますよ。覚悟していただきます。東海一と称された義元の国、簡単にはやらぬの。義元、うぬが滅びしこと無価値にあらず、うぬを踏み越えたればこそ信長が時を進められる。長政様、やりましたね。はい、これからも手を携え、共に戦いましょう。